皆さんこんにちは。2021年札幌市南区にできたばかりの八犬山ワイナリー焚き火キャンプ場に来てみました。設営は完了しております。北海道もやっと暖かくなってきました。もうすぐ春ですね。雪解けが進んでおり、キャンプ場内で車が埋まりそうでした。前日にキャンプ場予約の連絡をすると、なんとラスト一枠でした。ギリギリセーフ。それじゃ今日も楽しんでいきたいと思います。お隣さんもソロキャンパーでした。ここら辺に見えるのが八犬山なのかな。早速コーヒータイムです。いつものマグネットで入れていきます。コーヒーの準備をしている間にキャンプ場の紹介をしておきます。ここは定山渓の手前に位置しており、札幌中心部からだと30分くらいで来れます。最近は随分と新しくキャンプ場ができ始め、しかも通年営業のキャンプ場が増えてきて嬉しい限りです。ホームページによると、3月中旬から4月中旬にかけて雪解けの整備を行うため休場となるようです。料金は入場料2500円、車乗り入れ可能、ゴミは持ち帰り、積み捨て場はありました。トイレは仮設トイレでしたが暖房完備、清掃バッチリでした。水は用意していったので炊事場は使えませんでしたが、夜になると水落としをするとのことで、時間になると管理人さんが直接サイトに来て伝えてくれました。目の前にブドウの畑、後ろには山、見晴らしのいいキャンプ場でした。キャンプ場出入り口には八犬山キッチン&マルシェがあり、いわゆるレストランとワインなどが買える売店がありました。時間の都合で朝ごはんを作る余裕のない時や調理が面倒な時はレストランを利用するのもありですね。ここまで揃っているキャンプ場なので、テントと寝袋だけ用意すれば最悪なんとかなる感じです。至れり尽くせりで便利なので夏場は混みそうです。早めの予約をおすすめします。ゆっくりしてたらあっという間に暗くなりました。夜ご飯にしたいと思います。暗くて見えづらいかもしれませんが、戦闘飯具は新潟のデビューです。今日は1ヶ月ぶりにキャンプに来ているのですが、この1ヶ月の間にポチってしまいました。この飯具は通常の飯具の約半分くらいのサイズで、ソロにぴったりのサイズです。自衛隊御用達の品みたいです。水蒸気炊飯もできるようなので今度試してみます。概要欄にリンク載せておきますね。さすが自衛隊仕様、かなり武骨でものすごく好みです。前回のキャンプですっかり気に入ったスモークも作ります。米は炊けましたので蒸らし工程に入ってます。さてさて、今日のメインディッシュはじゃじゃーん、久しぶりのステーキです。久しぶりだろう、しばらくステーキを食べていませんでしたので、ほんと久しぶりです。動画編集しながらよだれが出てきます。メッケロ地獄ってやつですね。安定の鶏にしで味付けします。最近はローソンで鶏にしが売っているみたいですね。それは人気なだけあって万能ですね。何にかけても合います。肉が焼けました。米の蒸らしもいい頃合いです。それじゃいただきやす。
の卵を入れて破裂したので全部ウインナーにしました。うずらの卵は味も染みておらず失敗でした。スモークの具材として簡単でおすすめなものがあればぜひ教えてください。スモークも完食、やっぱりうまい。スモーク毎回やります。すっかりハマってしまったぞ。新たな沼の予感。ここからは焚き火瞑想タイム発動。エネルギーチャージ。焚き火の炎、やみつきですね。これまでのキャンプで撮影した動画で YouTube に公開しているものを除いてもかなりカットした焚き火シーンがあるのですが、もしもただ焚き火をしているだけの動画を作ったら需要ありますかね。かなりの量あるんです。たとえ動画であっても焚き火に癒されたい人いますかね。今度試しに作ってみようかな。さてさて、数時間この調子なのでこの動画ではバッサリカットします。引きこもりました。あったかい、たまらん。もう寝ます。ではまた明日。おはようございます。朝です。8時20分です。今回は湯たんぽなしでぐっすり眠れました。お隣のソロキャンパーさんが朝5時前にボソボソと片付けを始めまして起きてしまいましたが、しっかり二度寝しました。もう少し周りに気を使ってほしいものですね。ガタボトガタボトと片付ける音に雪を踏みしめる音、車のドアを開け閉めする音、全く遠慮を感じられませんでした。二度寝の幸せを味わうことができたのでよしとしておきますか。もう春ですね。だいぶあったかい。さて外に出てみますか。今日は曇り空ですね。お隣は撤収済み。何をそんなに急いでいたんだか。こっちはブドウ畑です。まっすぐ前に見える茶色い建物がキッチン&マルシェです。帰りによってお土産でも買って帰ります。聞こえましたか。今の鳥だけをつっついている音です。姿は見えませんが。さて朝ごはんにします。もうすぐ米が炊けます。炊けました。今回もバッチリ。ではこれは蒸らしておきまして、おかずを作っていきます。今日はベーコンエッグ。ベーコンを焼いてその上に卵を落とすだけ。味付けはほりにし。完璧や。いつぞやは朝からシューマイを蒸しまして、とってもヘビーな朝食でおじさんにはきつかったので今日は軽めにいきます。ベーコンの上で卵を焼くことで卵がクッカーに焦げつかずいい感じです。仕上げに万能スパイスのほりにしをかけて完成です。これは食わなくてもわかるうまいやつや。では早速いただきやす。普通にうまい。簡単だし朝食にいいかも。完食、うまかった。味噌汁持ってきたのに飲むの忘れてた。さあ腹も満たされたし、そろそろ片付けてワイナリーに寄って帰ります。もっと人の少ないタイミングを狙ってこれればあずましいキャンプができそうです。朝の安眠妨害がなければ最高だったな。
とうございました。チャンネル登録は魔法のボタン。ポチッとな。